皆さんこんにちは。今回は泡シリーズ2本目になります。古代史って情報が少ないのでなかなかイメージしにくいのがこの時代が避けられる理由の一つかなと思うんですが、近年はいろんな研究や考察が進んだ結果かなり身近に感じられる時代になってきたと思います。そこで実際に神社や史跡を巡ったり考察をしていく前に、まずは古代の日本がどうなっていたのか、そして改めて古事記や日本書紀などの神話の世界を理解するところから始めてみようと思います。それでは早速行ってみましょう。今回もよろしくお願いします。阿波だ古事記だという前に、何といってもまずは古代の日本がどんな感じだったのかをイメージしやすくすることがこの時代の理解への近道だと思っています。僕もかつては戦国時代や江戸時代あたりは大好きなんだけど、古代となると実際のところよくわからないといった感じでそこまで興味が湧きませんでした。でも近年技術の進歩とともに研究が進んだおかげで調べれば調べるほど面白くなって今に至ります。では古代を見ていく上で一番最初に考えないといけないのは、やっぱり僕たち人類はどこからやってきたのかということです。これについては長らく猿から人に進化したというダーウィンの進化論が定説になっていましたね。最近では宇宙人が地球にやってきて地球人を作ったなんて話もありますが、そこまで言ってしまうと都市伝説的な話になっていくので個人的にはとても興味はあるんですが、このチャンネルでは一旦触れずに話を進めていこうと思います。とにもかくにもアフリカで僕たち人類の最初の祖先が誕生します。そこからしばらくは少しずつ人口を増やしながらアフリカにとどまって生活をしていたようなんですが、その間に長い年月をかけてネアンデルタール人と僕たちの祖先ホモサピエンスとに枝分かれしていきます。それがだいたい10万年から20万年前になります。6万年から7万年前になるとついに僕たちの祖先はアフリカを出て世界中へと散らばっていきます。これが出アフリカと言われているやつですね。なぜそんなことがわかるようになったのかというと、それは DNA 解析の研究が進んだことによります。発掘された人骨や化石に含まれる DNA を解析することで様々なことがわかるようになってきました。どんなルートで広がっていったのかはもちろんですが、このエリアとこのエリアの人たちが DNA 的に近いとか、さてこちらがそれを示す図になります。 DNA の特徴に合わせて人類をいくつかのグループに分類していて、それをハプログループと言います。元をたどれば人類皆兄弟、遠い親戚ということですね。それが世界中に広がっていく中で定住した環境や食べていたものなどに合わせて肌や目の色、骨格などが変化していって、それぞれ別の人種に分かれていったというわけです。このあたりももちろん今後新たな発見があればひっくり返る可能性も当然あると思っていますが、ひとまず現在ではこれが有力となっています。そして今回大事なのはここから日本人がどうやって誕生したのかというところです。定説として言われているのは、6万年から7万年前にアフリカを出た人類のうち東へと向かった集団がいます。少しずつ東に向かいながらそこに定住する集団と、さらに東に向かう集団と、そうやってユーラシア大陸の東の端の離れ島まで人類が到達したのが今から約3万8000年前と言われています。このあたりも諸説あるんですが、とりあえず今定説となっている有力な説としてお伝えしておきます。そしてこの人たちが僕たち日本人の最初の祖先だったと考えられています。日本では実際にこの年代と思われる旧石器時代の遺跡が北海道から沖縄に至るまで至るところで見つかっています。群馬の岩宿遺跡なんかが有名ですが、その遺跡の数は日本だけで1万5000近くあるとも言われていて、当時それだけの人がこの列島に住んでいたことになります。当時は氷河期でした。太陽は東から昇ります。
当時の人類は生きていくためにより暖かいところを求め、太陽を目指して東に移動していったら、東の端のこの日本列島にたどり着き、しかもそこは火山地帯だったため、氷河期でも火山の恩恵にあやかって比較的住みやすく、食べ物も他より多く取れた結果、ここに多くの人が集まったんだと推測することができますね。そうやってこの日本列島に住み着いた人たちは、氷河期が終わって暖かくなっていくのに合わせて豊かな縄文時代へと突入していきます。それが今からだいたい1万5000年前くらいの話です。そしてそこから1万年にわたって平穏で豊かな縄文時代が続いていくことになります。ところが今から約5000年前くらいになると、海を渡って日本列島に住み始める大陸系の人たちが次第に増えてきます。この人たちがいわゆる弥生人という分類になります。ちなみに学校などでは、大陸から日本に入ってきた弥生人が縄文時代に変わって稲作文化とともに弥生時代を作ったと教わった方も多いかもしれません。しかしこれは間違いだったということが、この DNA 解析の表からも見て取れると思います。この緑のハプログループ D というのが縄文人特有の DNA なんですが、現代の日本人の約半分ほどに縄文人の血が受け継がれているわけです。つまり弥生人が縄文人を駆逐したわけではなく、縄文人と弥生人は少しずつ混ざり合いながら日本人となっていったことになります。さらに言うと、稲作も大陸から弥生人が持ち込んでから弥生時代が始まったと言われてきましたが、縄文土器に付着していた稲の成分が見つかったりしていることで、今では縄文時代からすでに日本でも稲作が行われていたと考えられるようになってきました。ここまで古くから住んでいた縄文人と新しく入ってきた弥生人が混血しながら日本人になっていったというところを見てきました。では日本列島に国と呼べる存在はいつ頃からあったのかというところを次は見ていきましょう。まず今の僕たちがいる日本国の正史としては、今から2600年前に神武天皇が初代天皇として即位されたのが大和の国の始まりとされています。ただしその当時の大和は日本全国にたくさんあった小国のうちの一つに過ぎなかったわけです。ではそれらの国々はどのようにして出来上がっていったんでしょうか。少なくとも旧石器時代や縄文時代が始まったばかりの頃は、さすがにまだ国という概念はなかったと思います。なんとなく学校で習っただけだと、縄文時代は狩猟採集で一族単位で村を形成している程度のイメージだったと思いますが、なんと縄文時代後期には日本列島で翡翠文明が栄えていました。その一つとされている新潟の糸魚川から北は北海道、南は九州北部に至るまで翡翠の交易路がこの当時すでに確立されていました。さらには黒曜石もストーンロードともいえるようなネットワークで張り巡らされ全国へと運ばれていました。こうやって見ると縄文時代は僕たちが想像しているよりもはるかに広い世界だったんだなということがわかりますよね。そしてそういったものが取れる場所やそれらが運ばれていく先の港などには当然人が集まってコミュニティが形成されていきます。それが時代が進むにつれて大きな集団となって国が成立していったわけです。縄文人だけの国もあったと思いますが、大陸から渡来系弥生人が入ってくるようになると、彼らも彼らで空いている土地を見つけてそこに弥生人だけの国を作っていきます。中には縄文人と弥生人が仲良くなってごちゃ混ぜの国もあったかもしれませんね。そうやって弥生時代には日本の各地に小さい国がたくさん出来上がっていったんだと思われます。そしてその中の一つ、大和の国が天皇を中心に日本という大きな国を作っていく物語を神話として味付けしながら書かれたのが古事記日本書紀になります。ということでようやく今回の本題までたどり着きました。なんとなく古代の様子がイメージしやすくなったんじゃないかなと思うので、ここからは古事記日本書紀について見ていこうと思います。古
古事記日本書紀とは、奈良時代に日本国の成り立ち、それを統治する天皇家の正当性を示す国の正式な歴史書として編纂された書物です。実はそれ以前にも朝廷には国記や天皇記といった歴史書が存在していました。これらも国家事業として天皇家に伝わるものから各豪族たちに伝わっているものまでをまとめて作られたものでした。しかし645年に一子の変が起こり、中大兄皇子と中富の鎌足に敗れた蘇我一族の蘇我の恵美氏が邸宅に火を放って自害した時に、なんとその火が朝廷の書庫にまで広がって、そのほとんどが焼失してしまいました。本当にこれらが残っていればって感じですよね。その後中野大江の王子は天智天皇として即位するものの、この時は白村江の戦いで唐新羅連合軍への対応に追われ余裕がなかったので、さらにその後を継いだ第40代天武天皇の時になって、ようやく焼失した書物の代わりとなる新しい歴史書を作り直そうということになります。こうして作られたのが古事記と日本書紀です。ではそれぞれを個別に見ていくと、まず古事記は712年完成。天武天皇が歴史や伝承を代々受け継ぐ一族とされる日枝の阿礼に命じて、有力氏族らが個別に持っていたそれぞれの系図や各地に口伝で伝わる伝承などを集めさせ、それらを大野安麻呂という人がまとめて編纂されました。対して日本書紀は720年完成。こちらは天武天皇の御子である舎人親王が編纂のリーダーを務め、中富の鎌足の息子である藤原不比等が実質的な編纂責任者だったと言われています。では書かれている神話の内容を簡潔にまとめてみようと思います。高間の原といわれる天上界の神様に、何もない地上に国を作ってきなさいと命じられたのがイザナギとイザナミの二柱の神様。彼らは順番に8つの島を作り、これが日本の原型となっていきます。イザナギとイザナミはそこからたくさんの神様を生みますが、その中でも特に有名なのがアマテラスとスサノオです。しかしスサノオはかなり暴れん坊だったため、お姉さんのアマテラスによって地上へと追放されてしまいます。天上界で大暴れして地上に追放されたスサノオでしたが、今度は地上で住人を苦しめていたヤマタノオロチを退治したことで、出雲の神様として迎えられ、お姫様をめとることになります。いい神様なんだか悪い神様なんだかよくわからない神様ですよね。そうこうしているうちに、アマテラスは自分が選んだ神様によって地上世界を治めさせようとするんですが、その時にはすでにスサノオの娘と結婚していた大国主が国づくりをせっせと進めている最中でした。そこでアマテラスは大国主に対して、私たちが地上を治めるから国を譲りなさいと、そこでいろいろなやり取りがあって、最終的に大国主はアマテラスに国を譲ることになります。ただし条件として、出雲に大きな社を建ててくださいと交換条件を出して、アマテラスもそれを認めます。これが有名な国譲り神話ですね。さて、地上世界も治めることになったアマテラスは、孫のニニギノミコトに地上を治めさせるため宮崎の高千穂へと送り込みます。これが天孫降臨です。そこから3世代にわたって高千穂で血脈をつないだ後、ニニギノミコトのひ孫にあたるカムヤマトイバレヒコが国全体を治めるために東のヤマトへ向かって移動を始めます。ヤマトに入る手前でいろいろと災難が続き、途中では兄のイツセが亡くなってしまったりもするんですが、ヤタガラスの導きなどもあって、なんとかヤマトへと向かっていきます。しかしなんと、ヤマトの地はその時すでに同じ天孫族のニギハヤヒが治めていました。そこで2人はお互いが天孫族であることを証明するために、アマテラスから授かった宝物を見せ合い、それを受け入れたニギハヤヒがイワレヒコにヤマトの国を譲ります。無事ヤマトを治めることになったイワレヒコは橿原の宮で即位して初代神武天皇となりました。ざっくりと神話の話についてまとめてみましたが、古事記と日本書紀ではそれぞれ違う点がいくつかあります。編纂者が違うというのもありますが、一番大きいのは古事記が国内向けに書かれたのに対して、日本書紀は海外向け、
特に当時の中国王朝を意識して書かれたという点です。どちらも漢字で書かれてはいるんですが、古事記は日本語の音に漢字を当てた万葉仮名を使って書かれています。なので当時の中国人が読んでも全く理解できない文章だったそうです。対して日本書紀は海外向けの日本国正史として、当時の中国でも理解されるように漢語で書かれていました。次に、同じ物語なのに内容が違っていたり、同じ人物でも微妙に名前が違ったり、当てられている漢字が違ったりしています。このように2つの書物がそれぞれ国内向け海外向けに分けて作られている点、そして少しずつ内容が違う点から見ると、日本書紀には海外の国に対して見せたくない部分をわざと隠している、そんな意図も感じられます。もちろん海外に対して当時の日本が天皇の凄さをアピールすることを考えれば必要なことではあったと思います。しかしながら海外向けにはそれで良かったんですが、なぜか日本国内においても長年日本書紀の記述の方が正しいといった風潮が続いてきてしまいました。日本書紀が正史とされているからというのも影響したのかもしれませんが、これが日本の古代史研究を難しくしてしまった大きな原因の一つだと僕は思っています。さて話を元に戻します。今回は泡シリーズということなので、大切なのは記記に書かれている神話の物語は一体どこで起こった話なのかということですね。これも一般的に言われているのは、高間の原は大陸の方からやってきたという説ですね。しかしこれについては国内にも他に何箇所か、ここが高間の原だと言われている場所があります。次にイザナギとイザナミが最初に生んだ島が淡路島と言われていますね。そこからニニギの天孫降臨が宮崎の高千穂、そして神武天皇が統制して奈良の橿原の宮で即位という流れになります。スサノオや大国主は出雲ですよね。ざっくりと見ていくとこんな感じになります。あれ、徳島なんてどこにも出てこないじゃん。ここが今回の重要なポイントなんですね。国生みで最初にできた淡路島はもちろんですが、すぐお隣の四国は全く神話には出てきません。しかし徳島には剣山のアーク伝説の他にも、アマテラスやスサノオ、聖徳太子に応神天皇、空海と歴史の鍵を握っていそうな人物にまつわる史跡がたくさん残っています。もし淡路島が小野殺島だとした場合、天孫降臨でいきなり宮崎の高千穂に飛んでいるというのも冷静に考えたら少し違和感を感じます。古事記の国生みでは淡路島の次に生んだのが四国となっているので、普通に考えたら九州よりも先に四国に天孫降臨させる方が国生み神話との整合性も取れるのではないでしょうか。またこれは考えすぎなのかもしれませんが、神武統制のルートを見てもまるで四国を避けているかのようなルートで奈良へ向かっています。これらのことからあくまで一つの可能性の話ですが、四国には何かしらの秘密があって、そこからわざと目線をそらすために危機神話に書かなかったという見方もできそうですね。そして次に最初の方に見ていた DNA 解析の図を再び見直してみましょう。すると四国は弥生人が多いことがわかります。神武天皇の即位が今から2600年前で正しいとした場合、日本には5000年前くらいから渡来系の弥生人が入ってくることになるので、やはり天皇家を含む天孫族は渡来系弥生人だと推測することができます。そして四国には弥生人の DNA が多いというのも何かしらつながってきそうですね。ちなみにここで一つ補足です。渡来系の弥生人と先ほどから言っていますが、これは中国や朝鮮半島の人たちということではありません。あくまで土着の縄文人と分けるためにそうお話ししています。弥生といっても今から5000年前ともなれば紀元前3000年前ですよね。その頃は中国大陸も朝鮮半島も今とは全く別の国家だったので、大陸から渡ってきた人たちも全く別の人種ということになります。このあたりはまた後に別の動画でお話ししていければと思っています。そして面白いのがこちらの図です。なんと出雲には縄文の DNA が多かったそうです。出雲は国譲りの舞台ですからね。これも何かしら神話とつながってきそうですよね。
そして今回は最後にもう一つだけ魏志倭人伝について触れて終わろうと思います。邪馬台国の女王卑弥呼が登場する古代中国の史書ですね。長年邪馬台国はどこにあったかということで畿内説と九州説がずっと争っています。そして近年ここに第三勢力として邪馬台国阿波説が浮上してきています。この動画ではまだどこがどうとは言いませんが、なかなか興味深い内容なので、そのあたりは次回詳しく解説していこうと思います。ちなみに僕はこの魏志倭人伝もまた日本の古代史をややこしくした原因の一つだと思っています。ということで今回は日本古代史をより理解するための前菜として、日本人のルーツや古事記日本書紀の神話についてお話ししてみました。次回は先ほどもお話ししたように魏志倭人伝や邪馬台国について、それから日本には実は古事記日本書紀以外にも多くの古文書が存在しています。そういった古文書なども合わせて紹介しながら、引き続き古代史のヒントを探ってみようと思います。それでは今回も最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画もお待ちしています。